エトラちゃんは見た。俺は黒木、町の花屋に勤めているしがない24歳。店はかなりのんびりしており、客も優しい人ばかりで気に入っている。だけどそんな俺にも頭痛の種が一つ。黒木くん、おはよう。今日も頑張ろうね。そう、この人が俺の頭痛の種。同じ花屋で働くゆりさんだ。はい。と言ってもこの人に何か問題があるわけじゃない。ゆりさん本人はとても優しくて温かくてすげーいい人だ。おまけに可愛い。正直付き合いたい。でもそんなゆりさんの魅力が問題なんだ。というのも、おはようゆりさん。今日も麗しいね。あ、ひいらぎさん、おはようございます。君の前では店に飾られたかぐわしい花々も霞んでしまうよ。もうそんなに褒めても何も出ませんよ。褒めているわけじゃないさ。ただ本当のことを言っているだけだよ。君はこの花屋に咲く最も美しい花と表現しても過言ではないだろう。はい、お客様、まだ開店の時間じゃないのでしばらく外に出ていてもらえますか。おやおや、横からピーチクパーチクうるさいのがいると思ったら。そう、元凶はこいつ、ヒイラギという客だ。職業は小説家で時間に融通が利くらしく、朝昼問わず暇さえあればゆりさんに会いに来る悪い虫だ。君のような地味な男がいるとこの店の華やかさが失われ。何をする。くそ、なんだこの腕力。ゴリラを思わせる。まさかゴリラがバナナを扱う青果店ではなく花屋に勤めてるとはな。いいから早く出て行ってください。ゆりさん、また来るから待っててね。はい、お待ちしてます。はぁ、毎日毎日鬱陶しいなあいつは。ゆりさんからも一度何か言った方がいいですよ。そうかな。ひいらぎさんいい人だと思うけどな。この前だって帰り道に花束くれたしね。こんばんはゆりさん。帰り道？まさか尾行されてませんかそれ。尾行？そうかな。ひいらぎさんは護衛って言ってたよ。昨今不審者が多いからって言って私を家まで送って行ってくれたんだ。いや、ひいらぎが一番の不審者ですからね。てか家特定されてるし大丈夫っすかそれ。大丈夫だよ、何も怖いことなんて起こってないし。あ、でも最近不思議なことはあったな。私がね、ゴミ出しの日を間違えてゴミを捨てちゃったことがあるんだけどね。後からそれに気づいて取りに行ったら、さっき置いたはずのゴミ袋がなくなってたの。優しい人が処分してくれたのかな。いやいやいや、絶対それも不審者の仕業ですよ。っていうか多分ヒイラギの仕業です。ゆりさんのゴミ袋持って帰って使用済みの歯ブラシとか漁ってるんですよ。ちょっと黒木、朝から気持ち悪いこと言わないでよ。あんたの発想の方が不審者っぽいわよ。ゆずりはさん。あ、ゆずちゃん、おはよう。おはよう。開店時間過ぎたのに一向に店が開かないから何事かと思って入ってきちゃったわ。そしたら黒木が気持ち悪いこと言っててびっくりしちゃったけどね。すみません、この人はゆずりはさん、ゆりさんの幼なじみで今も親しくしているようだ。職業はイラストレーター。この人も時間に融通が利くようで気が向いたらよく花屋に寄ってきてくれる。それはさておき、さっきもあの気持ち悪い小説家がいたんだけど、ゆり、一回ガツンと言った方がいいわよ。ゆずちゃんまでそんなこと言う。ひいらぎさんはよくお花も買ってくれる優しい人なんだよ。いや、絶対下心ありますって。よからぬこと考えてますよ、あのバカ小説家。そうよ、男はみんな狼なの。ゆりは接客業だからニコニコしてなんぼかもしれないけど、さすがに愛想よくしすぎるのも問題よ。ひいらぎみたく勘違いする輩が出てきちゃうじゃない。ここにいる黒木だって例外じゃないわよ。どういうことっすか。当たり前じゃない、いっつもユリのことチラチラ見て。言っとくけど、ユリはあんたなんて眼中にないから。勘違いしないでよね。ゆずちゃん落ち着いてよ。そう、ゆずりはさん、なんでか俺のことすごい敵視してるんだよな。確かに俺もゆりさんのことチラチラ見てるけど。だけどまあ、男がみんな狼ってのは俺は否定しませんよ。ヒイラギをはじめ、最近は本当に不審者も増えてきてるみたいですし。ん？待てよ、このゆりさんの警戒のなさ、もしかしたらヒイラギ以外の不審者も寄ってくるんじゃ。あのゆりさん。ん？何？もしよければ今後はしばらくは一緒に帰りませんか。ちょっと心配が多すぎるので。へー、あのね、私はあなたのことも信用してないのよ。いいよ、ゆりまあ本人がいいと言うならこれ以上口出しはしないけど。じゃあそういうことで、それから俺はゆりさんと何度か一緒に帰るようになった。ヒイラギはあまりいい顔をしていなかったが、ゆりさんのためだから仕方ない。決して、多分、おそらくやましい気持ちはないかもしれないので許してほしい。
は遅くなっちゃったね。ごめんね黒木くん、残業させちゃって。いえいいですよ。じゃあまあ今日も一緒に帰りますか。いつもより数時間遅いんで、いつも以上に訓練された不審者がうようよいそうですし。頼りにしてるよ。よし、それじゃあ帰りましょうか。ごめん黒木くん、今日ちょっと違うルートから帰っていい？いいですけど、どうしました？いや実はね、今朝また違う曜日のゴミ出しちゃったことに気づいて。ゆりさんらしいな。ご近所トラブルとか避けたいから一旦持って帰ろうかと思って。なるほど、それでゴミ捨て場に寄りたいってことですね。いいですよ。ありがとう。どうしたの黒木くん？ああいや、電柱の影とかにヒイラギとか隠れてないかなって思って。何それ、笑い事じゃないですって。夜道に待ち構えて花束渡してきたんでしょ。漫画や映画のラブロマンスならともかく、リアルでそんなことしたら不審者ですよ。そうかな。確かにヒイラギさんは変わった人だけど、いい人だと思うんだけどな。そうですかね。そんなこと話してたら見えてきた見えてきた。あそこだよ、私のゴミ捨てる場所。ん？あれ？こんな夜遅いのに誰かいる？本当だ、この暑い日にフード付きパーカー。世の中には変わった人もいるもんだな。にしても何してんだろう、こんな時間にゴミ出しか。ん？まさかあれは。あれ私のゴミ袋かも。あのピンクのパジャマ、そうかも。どうだろう。ちょっと俺行ってきます。ちょっとあんた、ちょっと待っ。黒木くん、黒木くん危ない。動きが鈍った。ゆりさんに何すんだ。ひろきさん、どうしてここに。決まっているだろう、ゆりさんの護衛だよ。なぜだかいつもと違うルートを通っていたようで、見つけるまで苦労したけどね。やっぱりストーカーじゃねえか。観念するんだ不審者め。さあ顔を見せろ。ゆずりはさん、ゆずりちゃん、やっぱり私のパジャマ。どうして。見ての通りよ、あんたのゴミ漁ってたのは私。そこのストーカーと違ってバレないように努力してたんだけどな。まさかこんな夜中にいつもと違ってゴミ捨て場のルート通るなんてさ。なんでそんなこと。なんでって、決まってるじゃない、私もユリのことが好きだからよ。でも私は女でユリも女、勝ち目なんてあるわけない。だからこうしてこそこそ物盗んで満足してたのよ。引くなら引けば、もう終わりよ。どうでもいいわよもう。ユズちゃん、ごめんねユリ、私本当はこんな女なの。あなたにだけはバレたくなかったの。警察に通報するならして、それだけのことをした自覚はあるから。しないよ、ゆずちゃんは私の大事な友達だから。ゆり、もうゆりさんがそう言うなら。ゆりさんに怪我をさせそうになったのは許せないけど、まあそれ以外の行いについては理解できなくもない。ゆりさんのお人柄は男女問わず魅了してくるからね。おまけに麗しい、蛮行に及ぶのも仕方ない面もあるんじゃないかな。気持ち悪い小説家。一見落着だね。いやはや今回の一番の功労者はゆずりはを無力化した僕かな。というわけでゆりさん、もしよろしければそんな優秀な僕とお付き合いいただけないだろうか。友達からでいいから。あ、ごめんなさい、私好きな人いるんです。好きな人がいるんです。まあそんな気はしてたわ。一層勝ち目は薄くなったわね。君は諦めるのか。はあ、ゆりさんに好きな人がいるなら、そいつより僕たちが魅力的になればいいだけのことだ。待っててくれゆりさん、僕はこれからも研鑽を続けて君にふさわしい男になってみせるよ。研鑽？なんかすごい気持ち悪いわね。その気持ち悪さがちょっと羨ましいけど。同感ですね。はあ、話しかけないでくれる。なんでヒイラギより俺の方に当たり強いんすか。こうして俺の知らないうちに始まっていたユリさんストーカー事件は終戦を迎えた。結局あんな事件があってからもユズリハさんやヒイラギは変わらず花屋に来て、ユリさんも楽しそうに応対していた。なんというか懐が深い。あ
れから変わったことといえば、俺とヒイラギが少し仲良くなったということか。素敵なラッピングを頼むよ。はいはい。そして、どの角度から見てもユリさんは麗しいが、やはり午後1時に斜め上から見る彼女の笑顔は格別だ。はあ、これだからにわかはダメね。ユリの一番可愛いポイントは小春日和の午前10時に面と向かって一緒にご飯を食べてる時に見せる笑顔だから。またユリさんファンクラブが宗教戦争してるよ。そう、もう一つ意外だったのは、ヒイラギとユズリハさんが仲良くなったことだった。なんでも最近はヒイラギの書いた小説の表紙のイラストをユズリハさんが担当したらしい。ビジネスパートナー兼恋のライバルという感じだろうか。だから、いやいや、それは、いや、それにしても最近あの二人は距離が近いような。まさかな。ああ、俺にも春が来ねえかな。え、クラキ君も恋したいの？誰と？どうしたんすか、そんなうろたえて。まあそりゃ俺だってワコードですからね。そういやユリさん、結局あの後好きな人には告白したんですか？あ、いや、まだ勇気が出なくて。ちなみにお相手は誰です？秘密だよ。黒木君相手なら特に秘密。どういうことっすか？やっぱ私たちの一番の敵はあいつね。君とは気が合うね。ご視聴いただきありがとうございました。今回は加害者が知り合いで、かつ被害者の気持ちを汲んで大事にはなりませんでしたが、本来ならストーカーは良くないですからね。それにしても、その好きな人より魅力的になればいいって考えがいいですよね。相手を貶めるより、その方が自分のためにもなりますし、恋のライバルってお互いを高め合えていいですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。またストーカーダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。